ジャストは日本各地で開催されるソフトウェアテストのシンポジウムである。NPO 法人アスターが主体となって運営されている。特に年1回東京で開催されるジャスト東京は日本国内最大のソフトウェアテストのシンポジウムとして知られる。ジャストはソフトウェアテストに関連した研究、事例発表やワークショップ、講演を行うシンポジウムである。現在では 東京、大阪、東海、北海道、九州、新潟等、日本各地で開催されている。形式は地域によって特色があり、シンポジウム形式を取るものからワークショップ重視のものもある。JUST 東京は東京で開催されるソフトウェアテストをキーワードとしたシンポジウムである。2003年の JUST03 から年1回東京で開催されている。 研究発表、事例発表、ワークショップ、チュートリアル等を行うほか、2004年からは、基調講演として、世界的に著名な専門家による講演の場を設けている。年々規模を拡大し、現在ではソフトウェアテストに関するシンポジウムとしては、国内最大規模を誇るようになっている。JUST は2003年に、東京で開催された JUST03 より始まる。 ジャストレイさんは、西安春が運営するテフのメイリングリストで検討が進められ、古川前後、秋山孝一、大西健二、坂木原明らら著名な技術者、研究者が中心となって、実行委員が結成された。以後有志の実行委員により、年1回開催が行われるようになったほか、2005年から、ジャストイン大阪、2006年からは、 ジャストイン札幌と日本各地で地方、ジャストが開催されるようになった。2006年からは西安春によりアスターが発足され、継続的にジャストを主催するようになっている。ありがとうございます。